怪談、松江ゆかりの作家小泉八雲が書いた怪奇文学作品。さあ皆さんをその奇妙な世界へご案内いたしましょう。3分でわかる小泉八雲の怪談。さて外、小泉八雲ってご存知ですか？いや、あれじゃろ、耳なし芳一とか雪女とか。そうです。で、その小泉八雲が僕のふるさと島根県の県庁所在地松江市と深いゆかりのある方だって知ってましたか？いや、それは知らんかったな。いや、そもそも小泉八雲ってどんな人なのかいまいちよく知らんのじゃ。じゃあ外みたいな常識外れの中年男性でもわかるように小泉八雲についてお話ししましょう。はい、よろしくお願いします。小泉八雲は1850年にギリシャのレフカダ島に生まれます。本名はラフカディオ・ハーン。え、あ、ギリシャ生まれ、日本人じゃないんじゃ。そうです。1852年、ハーンは両親と共に父親の家があるアイルランドのダブリンに移住。ここで幼少期を過ごします。厳格なカトリック文化に嫌気がさしたハーンは、乳母キャサリンが語る妖精の民話に喜びを見出し、ケルト民族の伝統文化に惹かれていくようになったと言われています。ケルト文化か、妖精の伝説が有名じゃな。それからあれこれ職を転々としまして、1890年に英語教師として島根県の松江にやってくるんですね。松江に来たハーンは衝撃を受けます。急速に近代化が進む明治の時代にあって、古き良き日本が残る松江はまさにハーンだけにハーンって感じでした。あまり感動してないみたいじゃないか。そこで生涯の伴侶となる松江藩士の娘小泉節と出会い、八雲は結婚。節が語る伝承や不思議な物語に関心を持ったことをきっかけに怪談を書くに至ったんですね。ああ、それが怪談だったのか。じゃあ次に、松江で今でも残る八雲が愛したゆかりの場所をザザッと紹介していきましょう。うん、楽しみだ。まず訪れたいのは松江城の北側、潮見縄手と呼ばれる通り沿いにある小泉八雲記念館と小泉八雲旧居。ここには八雲の著作の初版本や愛用の品々などが展示され、当時の様子が忍ばれます。お、目の前の公園には銅像もあるんじゃねえ。続いては定山稲荷神社。著作神々の国の使徒にも登場する狐の置物は今もこの境内に残っています。いや、すごい数の置物じゃな。こちらも八雲のお気に入りの場所、松江城。天守閣には女の幽霊が出るとか、何度直しても壊れる石垣の下から槍で貫かれた頭蓋骨が出土したとか、いろんな物語が残されています。松江城の鬼門の位置にあり、城を鎮護する不門院。昔この不門院の近くにかかっていた小豆研ぎ橋では、謡曲柿翼を歌うと恐ろしいことがあるという物語が残されています。ぜひ外も歌ってみてください。いやじゃんよ。これは松江大橋。昔この橋を架け替える際に人柱になった足軽源助の無念が鬼火となって現れたという伝説が残っています。ぜひ外も人柱になってみてください。なんでじゃよ。ここは月照寺。歴代の松江藩主の菩提寺で木立に囲まれた墓所の美しさを小泉八雲を絶賛したといいます。ここの大きな亀の石像が夜な夜な町を徘徊し人々を襲ったという伝説が残っています。外も襲われてください。だから嫌じゃよ。この大王寺の墓地には誤って埋葬され墓の中で出産して死んだ母親が我が子を救おうと幽霊になって毎晩城下の飴屋を訪ねる物語が残されています。ぜひ外も誤って埋葬されてみてください。だからなんでじゃよ。とまあ、松江は小泉八雲と深い縁があり、また多くの怪談話が残る場所なんですね。なんか松って怖いところばかりじゃないか。外、そういうことじゃありませんよ。え、じゃあどういうことじゃ。八雲は急速に近代化を進める明治の日本の中にあって、古代から連綿と続く伝統を守り、自然に対して畏敬の念を忘れない松江の人々の暮らしに日本人の祖先たちの姿を見出したんじゃないですか。それは言い換えれば自分たちのルーツ、そして魂と触れ合える場所でもあったんですよ。八雲が最初に住んだ町が松江じゃなかったら、もしかしたらここまで八雲も日本に興味を持たなかったかもしれませんね。いや、しかし気になるのが、そんなに愛していた松江をどうして離れたんじゃ。冬の寒さが辛かったそうです。そんな理由かね。